皆さんこんにちは、稲成クレアと稲成アニエスです。稲成チャンネルにお越しいただきありがとうございます。ありがとうございます。稲成チャンネルはいつでも全力で遊び楽しむみんなの好きを広げるチャンネルです。得意分野もプレイスタイルも違う2人がいろんなゲームにチャレンジ。とにかく賑やかなので作業やゲームのお供にもおすすめ。私の名前は稲成クレアです。誕生日は7月の30日。好きなものは果物全般、特にスイカ。あとは可愛いものとデザイン作りも好きです。実は稲成チャンネルのサムネは全部クレアが作ってますよ。あとはとにかくよろずやの仕事が忙しくって、ツイッターとかではよくぼやいてます。おしゃべり好きで好奇心旺盛な脳筋タイプなので、みんな仲良くしてね。僕の名前は稲成アニエス。誕生日は10月の7日。年齢は秘密です。好きなものはゲームと梨と誰かと一緒に遊ぶことです。とある事情で数年前からクレアのお世話になってます。普段は対戦ゲームでキューブになるために修行をしてます。ちなみにこのパーカーたまに取れます。原神ではメインストーリーや世界探索を楽しく配信しています。だいたい週に1回はマルチの参加型企画をしていて、リスナーさんと遊ぶのも大好きです。もちろん推しキャラが来た時にはガチャ祭りを開催。中には大波乱が巻き起こることも。ファイナルファンタジー14ではメインストーリーで一緒に感動するのはもちろん、リスナーのみんなと一緒に参加型コンテンツをプレイしたり、まったり雑談をしながら作業のお供配信などをしています。 APEX では超真剣のガチ勝負だけど楽しくランク修行を頑張っています。イベントやカジュアルマッチをみんなとわちゃわちゃプレイしたり、時には長時間チャレンジ企画もしています。プレイヤーのアニエスと実況のクレアの息の合ったコンビが見られるかも。2人で遊べるいろいろな協力ゲームでは毎回大波乱が巻き起こります。その他にも雑談配信やリアルチャレンジ、レビュー企画にも挑戦。もちろんお友達と遊ぶのも大好きで、コラボのお誘いもお待ちしております。放課後の学校帰りに友達とワイワイ遊んでいた時のような、そんな楽しい空間を目指しています。ラジオ感覚でも全然 OK。 まったりしたい時や一緒に遊びたい人は集まれ。ぜひチャンネル登録、Twitter フォローをお願いします。稲成クレアと稲成アニエスでした。じゃあアニー。